ラウフェン・アムネッカー、ラウフェン・アムネッカー、標準ドイツ語、ローファン・エーム・ネッカー、アレマン語、ラファン・エーム・ネッケル、ラーフェン・アムネッカーは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州、ハルブロン郡に属す都市。ラウフェンは、特に、詩人フリードリヒ・ヘルダーリン生誕の地として、あるいは多くの栄誉に良くしたワイン、ラウフェナー・カッツェンバイサー・シュバルツリースングでよく、知られている。 ラウフェンは、ハイルブロン軍南部、軍庁所在地、ハイルブロンの南9キロメートル、州都シュトットガルトから北に50キロメートルのネッカー川沿いに位置する都市で、この市内で、チャーバー川がネッカー川に合流する。かつて、北に向かって流れてきたネッカー川は、ここで岩山にぶつかって回り込み、大きなほぼリング状に、西側への管を描いていた。 この岩山は水の浸食作用によって紀元前400年から紀元前100年頃の時代に崩落した。ネッカー川はこの時にできた裂け目を通り多くの瀬や蛇行する急流となって流れ下った。こうした瀬が都市名の由来である。ただし20世紀に航路が作られる際にダムが作られて瀬は消えてしまった。 古いネッカー川の西側環状の川床はほとんど干上がってしまったが、サーバー川がネッカー川に合流する前の数キロメートルの川筋は、かつてのネッカー川ーリングの北側一部にあたる。環状の古い川床は丘陵で縁取られ、その斜面は森で覆われているが、一部はドウ畑としても利用されている。現在の川筋の西側に丘があるが、これは ネッカー川の大決界時に、東側の川筋、現在の川筋によって分離されたかつての岩壁の一部で、ある。この丘の末端が、ネッカー川に接するあたりに、村ができ、後にラウフェニコール、ドルフと呼ばれるようになる。大決界では川に中洲もできた。この中洲には、市役所、以前は、ラウフェン博の城であったが建てられており、また、自然保護地域にもなっている。 ネッカー川の東側にも丘陵がある。これは大結界で崩壊した岩山の名残の片割れである。この丘陵地にも後にラウフェンイコールシュタットの一部として村が作られた。二つの村は橋で結ばれ、ラウフェンイコールシュタット側からは中洲の島にもう一つ橋が架けられた。ネッカー川西岸の村やサーバー川から北側のラウフェンイコールデルフレは中道飲料であった。 ラウフェンの東 13km から 15.5km のレーベンシュタイン山地に広さ約153ヘクタールの飛び地、シュタットバルトエッツレンスベンレンがある。この森林地域はおそらく市が創設された1200年頃からすでにラウフェンに属していたと考えられている。ラウフェンはこの飛び地以外に森がほとんどないため建築材や薪木を確保する必要があった。 飛び地の森林地域には、海抜452メートルの市内最高地点がある。飛び地を除いた最高地点は、東部のレングルントの海抜257.9メートルの地点である。また、最低地点は、市内北部のネッカー川沿いで、海抜160メートルである。ラウフェンに隣接する市町村は、西から時計回りに、ブラッケンハイム、ノルトハイム、 ハイルブロン、軍独立し、タールハイム、イルスフェルト、ネッカーベストハイム、キルヒハイム・アムネッカー、ルートビヒスブルク軍である。トビチノシュタットバルト・エッツレンス・ベンデンは、西から、アプシュタット、ウンターグルッペンバッハ、レーベンシュタイン、バイルシュタインに囲まれている。これらマチソンは、ハイルブロンとキルヒハイム以外はすべてハイルブロン軍に属す。ラウフェン・アムネッカーは、 1914年4月1日に、ラウフェンイコールシュタットとラウフェンイコールドルフが、ラウフェン・アムネッカーとして合併して成立した。ラウフェン周辺地域には、おそらく紀元前の時代から人が定住していたことが、わずかではあるが発掘された人骨により、証明されている。この村は、現在のネッカー古橋、城石の中す、レギスヴィンディス教会付近が古くから土書可能な、 地点であり、人や動物がこの場所を渡っていた。もともとネッカー川には、図書可能な地点は少なく、最も近い別の図書箇所は、数キロメートルも離れている。また、その両側の岩山は、太古から図書地の監視所として、あるいは、天然の要害として、魅力的な場所であった。2世紀から3世紀の老マ時代には、 現在の市街中心部から約2キロメートル南東に、あるブルンネンエッカーに、農場の原型が作られ、瓶やコインが発掘されている。西暦260年頃に、ローマ人が去るとアレマン人がこの地にやってきた、ブルンネンエッカーの泉付近から、墳墓遺跡が発見されている。500年頃に、フランク人が入り込み、ラウフェンに、マルティン教会を含む王領を築いたが、 王領と公領との比率はたびたび変化した。823年の文書には、聖マルティンの栄誉に捧げられた B 社ローパにあるネッカーガウの教会と記載されている。ここで記載されたローパという名前、これが後にローファ、ラウフィン、ローファンと変化するは、早瀬や流れの急な蛇行に面した場所によくある、地名である、ジギの高山省ラウフェンが面している急流は、 大きな環状打工部の基部が大崩落して、短縮してできたものである。832年に、フランク王国の国王ルートビヒ一世、経験王は、未開のこの村を、オーバーアップファルツ地方のルトガウの博であった娘婿のエルンストに、霊園として与え、この不毛の地を、王の村にふさわしいものにするよう命令した。ネッカー川沿いの社名を、初めて開墾したのも、ネッカー川沿いに、 最初の城を築いたのもエルンストとされている。白の娘レギズビン・ディスは幼少期にウバによって殺害され、遺体はネッカー側に遺棄された。このため、エルンスト県境白は、自らの本拠地であるオーバープ・ファルツへ戻ってしまった。ラウフェンは、霊園期間が満了し、861年に白が、亡くなると、再び王の直轄地となった。889年、 923年、993年に、それぞれ当時の王がこの村の統治権を、ビュルツブルグ司教に委託している。1003年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世は、この整備された村に、修道院を創設することを宣し、これにより、司教ハインリヒホンビュルツブルグ管轄下のベネディクト会、修道院が設立された。 11世紀にポポン家から創設されたラウフェンハクが登場し、ボルムス司教と結んだ。ラウフェンハク一門は、再び村と城の強化に努めた。1150年頃、東の川岸にあった不自然な岩が撤去され、現在は、プファルツグラーフェンブルク、旧中博の城と呼ばれている水木の原型が作られた。ハインリヒ二世、ポッポ五世、コンラート二世の三兄弟が亡くなった後、 男系後継者がおらず、この白歌一門は断絶し、この都市は十三世紀に、またもや国王直轄地となった。1227年に、皇帝フリードリヒ二世は、ラウフェンをジンスハイムやエッピンゲンと共に、バーデンイコールバーデン編境白ヘルマン五世に、借金の担保として与えた。この際の差し押さえ証書に初めてキビタス、市民の運営による都市との記述が見られる。 都市への昇格は1234年とされる。バーデン編教博はこの都市管理のために大干渉を設けた。1227年に教会が建設され、すでにこれ以前に礼拝堂があったレギスビンディスに建造された。1327年にラウフェンはビュルテンベルクに七位入れされた。1346年、キシアルブレヒトフォン・ラウフェンは首都市を。 ガーデン返境ン博から3000ポンド払う通貨単位で獲得したのだが1361年には早くもこれをビュルテンベルク博エーバーハルト2世とその弟ウルリヒ4世に売学で売却している1383年ビュルテンベルク博はラウフェンの住民に対してビュルテンベルクへの忠誠を義務として課した15世紀ラウフェンは 多くの所有者の利権が絡み合った漁業権や十分の一税調集計をめぐる紛争の場となった。1454年、ウルリヒ五世博の下でラウフェンコが作られた。1460年、博の軍勢はビューステンハウゼン近くのシャルミュッツェルでプファルツ船帝航軍と戦い、ネッカー川の漁業権と高校税調集権の一部を奪い取られた。1461年、 プファルツ選定校、フリードリヒ一世は、ビュルテンベルクの他の村への攻撃は行わない旨の約束を行った。1469年には、プファルツとビュルテンベルクの間で起こった、ムル川での建築木材層に関する税収紛争が協定により解決した。1474年、ウルリヒ五世は、ラウフェン付近に最初のネッカー橋をかけ、これにより、 船舶の通行税をすべてラウフェンのものとすることに成功した。この橋は144年間、カンシュタット、現在のシュトゥットガルトイコール、バートカンシュタットシクとハイルブロンの間のネッカー川、唯一の橋であり続けた。この橋は、1529年の洪水で破壊され、1532年に再建された。1480年には、 視聴者が建設され、州の定期市が設立された。1482年にはペストが襲い、ラウフェン住民の1300人が犠牲となった。ドイツ農民戦争では、1525年4月、半ばに、ラウフェンと原民元の間に、マーテルン・フォイヤーバッハ指揮下のブンレンシュタインからの、農民軍に、ハンス・ブンデラー指揮下の、シュトクル・バーダン、イェックライン・ロールバッハの軍勢、 合わせて8000人の宿営地が設営された。この勢力を目の前にしたラウフェンの議会は農民と手を結び、このため略奪されたのは修道院だけであった。1534年5月13日、1万1000人のオーストリア軍が2万5000人のヘッセン軍に敗れたラウフェンの戦いで追放されていたビュルテンベルク公ウウルディーヒが権力の座に返り咲いた。 シュマルカルデン戦争では、1547年頃の1年間、ラウフェンは、スペイン軍に占領された。1564年にはペストが再び猛威を振るい、約800人の犠牲者を出した。ペストは、1606年、1607年、1626年にも、犠牲者こそ少なかったものの、発症している。年戦争では、ラウフェンは何度も、 戦いや軍事行動の現場となった。ネッカー橋があることに加え、ブルムベルク付近の浅瀬は、都市地点としてよく知られており、戦略上重要な場所であったからである。1622年4月、ザクセンイコール、バイマールコー・ビルヘルム4世とバーデンイコール・ドゥルラハ、辺境白、ゲオルク・フリードリヒの連合軍の大軍勢が、ネッカー橋付近に集結た。この連合軍は、 ティリー博率いる皇帝軍に対抗するものであった。5月初め、両者はビンプフェンの戦いで相まみえた。ビンプフェンでの敗戦後、二つの辺境白中隊は、ネッカーバルタ派の多くの農民たちと共に、ラウフェンに逃げ込んだ。この年は大規模な戦闘行為で、被害は負わなかったものの、この後20年間戦争で苦しみ続けることにな1629年に、 皇帝軍が1631年にロトリンゲン軍がこの都市に入城した。1634年にラウフェンはクロアチア軍の略奪に遭い、その2日後には皇帝軍が再び戻ってきた。同年11月には最後に残った16頭の家畜が押収された。さらにこの年のクリスマスは3週間にわたって5つの連帯の駐屯地となった。 翌1635年の聖霊降臨祭、復活最後の第七日曜日には、ミュールハイムの高期兵連隊によって冬穀物をすべて押収された。この年では、飢餓が蔓延し、約800人の犠牲者を出すほどであった。1636年、高期兵の一団がこの年を略奪した。1637年秋には、ザリエリ家の騎兵連隊が町を襲い、 冬になると、再び飢餓が訪れ、二百人が命を落とした。1638年5月、またもや皇帝軍がこの町を襲い、さらには九月にも、またそれが繰り返された。秋には、騎士連隊が収穫を略奪し、十二月の初めにも三つの騎士連隊がこの町を蹂躙し、クリスマスには皇帝軍の軍司令部がこの町に居座った。年の終わりには、 ラウフェンイコールシュタットとラウフェンイコールドルフの人口は30人にまで減少した。1939年にも多くの軍隊がこの町を占領した。1640年から1642年までは比較的平穏であった。1643年にフランスイコールバイマールの隆起兵が城を占領し、その後さらに2つの連隊や、 同盟先のフランス軍司令部が町に入場した。この、いわゆる、バイマール中流は、1643年5月に、フッカー司令官が率いるバイエルン戦帝抗軍との3日間の戦いの末解除された。1644年、ラウフェンは5ヶ月間にわたって、冬の宿営地とされ、翌1645年には、フランス軍とヘッセン軍による過酷な略奪が行われた。 同盟を結んでいたバイエルン軍が再びやってきたが、もはや町は食料を提供することもできなかった。どうも株も野菜の茎さえ、町には食料となるものは何一つ残っていなかったのである。1646年にはバイエルン軍とスウェーデン軍が駐留し、大規模な防衛施設、ボールを築いた。1647年にフランスとバイエルン。 戦帝港との間で停戦が成立すると、この防衛施設は再び破壊され、バイエルン軍は撤退した。そこへ、バイマール軍の騎士中隊が侵入し、ラウフェンを冬の宿営地とした。停戦が破棄され、フランス軍がラウフェンを占領し、防衛施設を再び造営したが、1648年の講和条約締結により放棄された。戦争終結後もラウフェンは何年にもわたって、 盗賊化した軍勢に何度も入りされている。三十年戦争終結時、の人口はわずか百五十五人になっていた。オベーレシュロス、上の城は完全に破壊され、ウンテーレシュロス、下の城も甚大な損害を負った。市教会は手ひどく破壊され、二百七十軒の家屋が破壊され、四百五十2モルゲン、面積の単位で一モルゲンイコール約三十アールのぶどう畑。 1239モルゲンの農地、50モルゲンの放牧地が荒れ果てた。17世紀後半も、ラウフェンの政治的状況は、安定とは、ほど遠い状況にあった。1672年に、ビュルテンベルク公エーバーハルト3世は、ラウフェンの防衛施設の拡充を促した。遮断橋や橋壁などが作られ、時折襲来するフランス軍の攻撃に対抗する、武装がなされた。 三十年戦争が終結して、わずか数年後に、ラウフェンは、再び進軍の現場となった。1674年には、ブランデンブルクの軍勢がこの地でネッカー川を横断して、ストラスブールへ向かい、リューネブルク軍がこれに続いた。これらの軍勢の退路には、ブランデンブルクの本体の宿営地は、ビルスフェルトにも置けられた。1675年5月皇帝軍がオランダから、 ラウフェン付近でネッカー川を渡った。1676年には皇帝軍港機兵部隊の冬の宿営地となり、1679年にはロトリンゲンの騎士中隊が宿営した。1688年再び、フランスがこの町に侵攻し、すべての馬を押収し、ネッカー橋を破壊した。その後何年にもわたり、繰り返し、戦闘や占領が行われ、収穫は略奪され、 農場は荒らされた。戦争の間の期間にやや持ち直した人口は、1697年には、再び210人まで減少した。18世紀になっても、軍事行動は続いた。1704年、オランダイコールイギリスの騎兵部隊が、ラウフェン付近でネッカー川を渡った。1707年には2000人のフランス軍が二度に渡り、町を襲撃した。 1709年には、キュルンバッハからの後期兵部隊がラウフェンに侵入した。30年戦争の開始から100年以上にわたって、被害を受け続けた、この年も、ようやく次第に復興し始めた。1721年には、市庁舎が建設され、1724年には1693年に、応急処置でかけられた、ネッカー教会改築がなされた。 1728年、度重なる野党や殺人を防止する目的で、夜景団が組織された。1744年、シェッケンドルフ減帥指揮下の皇帝軍がラウフェンを2週間に渡って包囲した。1745年にはフランスが何度も襲来した。さらにビンプフェンやアンハルトの軍勢の宿営がこれに続いた。1755年、 従来の大干書による統治が改められ、1759年までにオーバーアムトが組織された。1785年には、粘液熱、チフスが流行し、160人が亡くなった。18世紀末には、ラウフェンは、その戦略上の重要性により、戦乱の中心地に逆戻りした。1796年7月、大量の弾薬を携えて、 皇帝軍の砲兵隊がラウフェン及びタールハイムに到着した。1799年にはオーストリアの不評部隊がハイルブロンからラウフェンへ交代してきた。ビュルテンベルク港フリードリヒはライン側から進攻してきたフランス軍に対してハイルブロン防衛に派兵していた。1799年のうちにハイルブロンをすでに3回も襲撃していたフランス軍は 光線の予定でラウフェンを占領し、家に火をつけ、人質をさらった。オーバーアムとラウフェンは1808年に廃止され、ラウフェンはオーバーアムとベジヒハイムに編入された。ネッカー卿は1810年に再び掛け直され、木製部分は石造りに改められた。1817年に、ラウフェン氏は、ネッカー川の中洲を獲得し、そこに立つ建物を視聴者とした。 ラウフェンの19世紀は土地の開墾に特徴を付けられる。1820年、湖が干拓された。住民は豊かな食料源を失ったが、感染症蔓延の原因の一つが解消されたので、ある。これにより200モルゲンの新たな農地が出来上がった。ブドウ畑も流星を見た。不採算な品種栽培を止め、主に収益性の高いクレブナー種、ピノ、 ブランの栽培を行った。地は2000本以上の果樹とネッカー川沿いに、無数の柳の茂みを得た。1861年10月14日の果樹の後、自主的な消防団が組織された。1889年、キルヒハイム・アムネッカーとラウフェンの間に2本の鉄道トンネルが完成した。フランケン鉄道ハイルブロンシュトガルト線のこの区間は、 長いアイロ続きで困難であった伏線化がこのトンネルにより達成された。ラウフェンアムネッカーで世界初めての交流電流による長距離電力送達が行われた。ミハイル・フォンド・ドリボイコールドブロボルスキーとオスカー・フォン・ミラーにより三小交流、光電、電力送達のための国際電力展1891がフランクフルト・アムマインで開催された。この展示会のために ラウフェンのセメント工場の一角に参照、交流発電機、マスカネン・ファブリエ・コア・リコン社製が設置され、176km の長さの電線がフランクフルト・アム・マインまで河川された。1891年8月24日に河川工事は完了し、8月25日正午、ラウフェンから送られた電気により1000個の白熱電球が灯った。 展示会の表門のアーチ中央部には、1000個の白熱塔と共に、送電の発明ラウフェン・フランクフルト1 7 5キロメートルの名が掲げられた。同時に高さ約6メートルのダムが作られた。展示会終了後、参照交流発電機からの電力は、ハイルブロンへ送達され、これにより、ハイルブロンは、世界で初めて工場的に電力の遠距離送達が行われるとしなった。 現在のこの地域のエネルギー供給会社の社名、ジーグは、ゼメントワーククローファン、エレクトリジタツワークハイルブローン AG、ラウフェンセメント工場、ハイルブローン発電株式会社の略であ、この遺書を想起させるものである。ラウフェンアムネッカーは、それまで別々であった、ラウフェンイコールシュタットラウフェンイコールドルフ、ラウフェンイコールデルフレ、旧修道飲料が1914年に、 ラウフェン・アム・ネッカー氏として合併したものである。新しく合併して成立した町は、レギス・ヴィンディス教会横の菩提樹に倣って、そのネッカー川対岸にあたるプファルツグラーフェンブル前のテラスガーデンに菩提樹を記念植樹した。日本の菩提樹は、両岸の統一を象徴するものである。1930年代半ばに、ラウフェン付近のネッカー川の運河化が始まった。 新しい運河によって、旧中泊の城が建つ岩山は再び中すとなった。一時期、水車用水路は人為的に埋め立てられて、岩山は東側のラウフェンイコールシュタットと繋がっていた。世界初の商用三照交流発電所も、運河工事のために移転しなければならなかった。かつてあった場所のすぐ近くの道路、セメント工場への西側の導入路には、 オスカーフォンミラー通りと名付けられた。電力会社は川を遡った地点にある石沿いに建設された。最初の発電機はドイツ博物館で見学することができる。同じ時期にセメント工場とネッカーベストハイムの採石場までの間のネッカーガーウンに沿って狂気鉄道が敷設され、毎日大量の鉱物が運搬された。この鉄道は1984年に発止され、 その鉄道施設は撤去されて遊歩道となっている。また、機関車がネッカー橋付近、かつての路線のすぐ脇にあるシュピール広場に置かれている。採石場は現在、カーンクラフトワークネッカーウェシムによって運営されている。1938年の自治体の再編で、オーバーアムとベジヒハイムは廃止され、ラウフェンはハイルブロン郡に編入された。 1944年4月13日、連合国軍の爆撃隊は、第一目標のニュルンベルクも、第二目標のシュトットガルトも、厚い雲に閉ざされていたため攻撃を果たせなかった。帰還する途中で、ドイツ国防軍戦闘機部隊の攻撃を受け、爆弾の緊急投下を余儀なくされた。この爆弾投下による被害は、部分的で、それほど大きなものではなかった。爆弾の多くは、 野原やネッカー側に落ちたのだが、それでも存念通り、ブルッケン通り、旧墓地、セメント工場やマルティン協会の周辺に落ちたものも、あり、59人が亡くなった。死者の中には強制労働者もいた。当時の市長は、空襲警報を発令しなかったとして批判された。爆撃隊の最も近い第2目標として、ビュルテンベルク北部、ヘッセン、ルール地方が考えられたからである。 通常であれば爆弾を積んだまま航空基地へ帰還することは燃料の都合上ありえなかった。ラウフェンへの爆撃は大都市のための捨て駒とみなされたのである。1959年6月20日、ラウフェン・アムネッカー市内のドイツ連邦鉄道の踏切を走行中のシバスがチュービンゲンシュトゥットガルト・ビュルツブルグ間の快速列車と衝突した。この戦後最大のバス事故で 45名の死者と27名の重傷者が出た。原因は踏切板の不注意であった。この場所には、この重大な事故の記念碑が建てられた。現在、この地点は地下道になっている。ラウフェンの戦いの後の1534年に、ラウフェンはビュルテンベルクで最初にプロテスタント化された都市となった。1546年の記録が残されている。 ラウフェン初の牧師、ヒエロニムス・ハイルブルンナーはそれ以前からラウフェンで活動していた。これ以後、この都市ではプロテスタントが主流である。ローマカトリック教会は1946年に再興された。ラウフェンのプロテスタント教会には6000人の信者がおり、カトリック教会には3000人の信者が所属している。このうち500人はネッカーベストハイムの住民である。 ラウフェンには新市と派協会もある。2007年初めは136人の信者であったが、2007年7月にネッカーベストハイムの協会組織を併合し、合わせて210人の組織になった。ラウフェン市議会は22人の議員で構成される。議会にはこの他に議長を務める市長が加わる。図ン銀字に緑の服を着て歩いている従者、ラフェンダーボテ。 または、ラウファー。赤い羽飾りのついた緑の帽子と赤い靴を身に、つけている。右手には赤い風楼のついた銀の封筒。左手には赤い柄と青い穂先の槍を持っている。死の旗は、緑から白。ラウフェンは、もともとその創設者である、ラウフェン博の紋章、和紙の紋章である。ハイルブロン軍の紋章三章を用いていた。 1220年から1346年まで死はバーデン領となり、1311年にはバーデン公の紋章が初めて死の印象に現れる。1464年に現在の地名にちなんだ紋章が死の印象に初めて登場したことが知られている。紋章は1575年から自然に再色されるようになった。これらの中には背景が銀色でなく、 金色になっているものも、時々ある。クロスター・ホーフの私立博物館には、ラウフェンの歴史や、フリードリヒ・ヘルダーリンに関する展示物が展示されている。モバイル・キノト・フィルム・クラブ・ローファンは、私立ホールや、ヘルダーリン・ギムナジウムの大行動で、定期的に映画上映を行っている。バーデン州立劇場ブルフザールやビュルテンベルク州立劇場、エスリンゲンは、ラウフェンで、 定期的に客演公演を行っている。ラウフェンには587ヘクタールのブドウ畑があり、その90%が赤ワイン用品種のブドウである。これはビュルテンベルクのワイン産地で2番目のワイン町である。ラウフェンはビュルテンベルク・ウンターラント地方のキルヒエンバインラント地区に属す。ラウフェンブドウ栽培者共同組合は1935年に発足。 年間約600万リットルを販売し、2、200万ユーロの売り上げがある。ビュルテンベルクのブドウ栽培者共同組合の中で、最大かつ最も品質の良いワインを生産している。約600人の栽培者、合わせて約570ヘクタールのブドウ畑が、この共同組合に属す。中でも有名なのが、カッツェンバイサーの名で販売されている、良質のバイである。 この他にも独自に栽培、販売しているブドウ農家もある。バインスベルクのブドウ栽培学校は1926年から1990年代の終わりまでラウフェンにブドウ栽培の野外実習場を有していた。ラウフェンはシュトットガルトからビュルツブルグへのフランケン鉄道沿いに一致している。ほぼ30分ごとにシュトットガルト方面及びハイルブロン方面への 近距離列車が発着している。1995年まで、ラウフェンは、レオンブロン行きのツアーバーゴイ鉄道の出発点でも、あった。この路線の旅客運行は1986年に、廃止された。ラウフェンから、ツアーバーフェルトまでの一部区間で2011年までに、営業を再開する予定であり、ハイルブロン市電網に組み込まれることになっている。遠距離道路網への接続は、 連邦道 B27 号線が担っている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは A81 号線のイルスフェルトのインターチェンジでラウフェンから約 9km 離れている。南へ向かう人や南から来る人はムンデルスハイムのインターチェンジを西へ向かう場合や西から来る場合にはウンターアイゼスハイムのインターチェンジを使うこともある。地元企業で 全国的に有名なのは、シュポーン、ウンとグリーフテクニックのグループ会社シュンク社である。この企業は、世界中2500人の従業員がおり、そのうち、約830人がラウフェンの、230人が、隣接するハウゼン・アンデアツアバーの住民である。他に、全国的に有名な企業としては、オルガン製造の練習がある。ラウフェン・アムネッカーでは、日韓市、 ハイルブロナーシュティマの南西部版や、市の広報誌、ローファナーボテが読まれている。ラウフェンには、交渉人役場や、警察署がある。警察署は、ハイルブロン軍の南西部とハイルブロン市西部のラインタールを管轄する。1861年の火災後、ラウフェンには、消防団が結成され、消防、洪水への対応、事故救助などで90人の団員が活動している。 近代化された、ウルリヒスハイで野外プールが1995年から再開している。ラウフェンは、周辺市町村、ノルトハイム、ハウゼン・アンデアツアーバー、ノルトハウゼン、ネッカーベストハイム、タールハイム、キルヒハイムの教育センターとなっている。基礎家庭学校や、本家庭学校、実業中学校のほか、ヘルダーリン・ギムナジウム、エーリヒ・ケストナー・シューレ、養護学校、 カイバルト州で、軍事用語学校がある。ラウフェンには、カトリック系の公共図書館がある。ラウフェンの歴史的に重要な広場には、案内板が設けられている。ラウフェンは、ビュルテンベルクワイーン街道沿いに位置する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。